I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time. はい、こんにちは、サトルです。今日は珍しく外に来てヨガをしようと思いました。天気も良くて風も少ないので、外日和かなと思いました。僕はあんまり正直外でヨガやらないので、これもいい機会かなと思います。で、やっぱり外来ると気持ちも変わります。で、皆さんもし外に来た時にこの動画を思い出してくれたら、外でこの動画でヨガやってくれてもいいし、なかなか忙しくて外に行く機会がない人はお家の中でもこの動画を見て外にいる気分になってくれたら僕はすごく嬉しいです。もう本当にいるだけで心地いいです。ここで深呼吸してヨガやったら本当に体も心も整うというヨガの目的をもうすぐに叶えられるんじゃないでしょうか。あと雑音が入ってたらごめんなさい。他の人たちもいるので車の音も聞こえるし、電車の音も聞こえるかもしれないけど、それも一緒に楽しんでくれたらいいなと思います。じゃあやっていきましょう。じゃ目を閉じて呼吸します。呼吸、鼻から吸って鼻から吐いて、お尻の骨がマットを捉えてて、反作用が頭頂抜けます。呼吸の音はどんな音でしょうか。自分がどこにいても呼吸の音って聞こえます。自分が一番よく聞こえます。両手であばら骨触って、吸う息であばらが膨らんで、吐く息でしぼんで、じゃあ繰り返します。呼吸のリズムとあばらが動くリズムが同じ、当たり前だけどそれも五感で感じます。次、吸って膨らみ切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って膨らまして止める。吐きます。じゃあもう一回深く吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止める。吐きます。両手ほどいて、今度胸の上を押さえて、今度呼吸胸の上に送って膨らまして、ゆっくり吐きます。じゃあ繰り返して、心地よい風が吹き出したので、風がマイクに入って雑音が入ってたらすみません。僕のせいじゃないです。きっと風のせいです。呼吸の音と風の音の境界線がほんの少しだけ緩んできます。そんなイメージ。長い呼吸を自分に送ってみます。胸が広がるときって胸って温まります。体が温まります。呼吸が内側から自分を広げて自分のことを温めていきます。次、吸って膨らみ切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止めて、吐きます。吐き切ったらもう一回深く吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸って、吸えたらもっと吸って止める。吐きます。両手ほどいて、じゃ胸も肋骨も使って 2,3 呼吸置いて、広い真ん中に自分がいます。これ必ずです。逆を言うと自分がいるとこが真ん中です。どんな状態でも、どんな日でも、そこに呼吸がやってきます。で、今その音を聞いてます。溝落ち触って裏の背骨グリグリっとして、これが背骨の真ん中。
じゃ右手後ろで僕逆やります。左手逆の膝、これ鏡だと思って、次の吸う息で後ろの手でマットをして背骨が長くなったら吐く息、背骨、右ツイスト。で、さっきグリグリしたとこが一番活躍して、右肩、頭、目の玉、最後深い呼吸、まっすぐな背骨、溝落ちの裏。今日特にお尻がマット、地面、大地をよく捉えてて根付いてます。自分の深い呼吸はどんな音がするでしょうか。もう一呼吸深く吸ったら、吐くときにゆっくり正面戻ってきて、じゃあ今度逆、左手が後ろ、右手が逆の膝。吸うときに背骨が長くなって、吐くときに左ツイスト。ぎゅーって押し込まないで、呼吸するたびに背骨が自ら緩んできます。まっすぐな背骨、長い背骨、みぞおちの裏、背骨一個一個感じて、その間にも優しい呼吸を送ります。深い呼吸しながらイメージします。イメージがすごく大事、むしろイメージが一番大事なぐらい。次深く吸った人、吐くときにゆっくり正面。次じゃあ体側行こっか。吸う息で右手が天井、また僕逆やります。これが右手ね。吐く息で側屈、手をついて支えやすいとこで背骨カーブさせます。で伸びてく先見ましょう。太陽を見て眩しい人は下見ておけばいいです。自分が今どこ見たら背骨って伸びてく感覚を得られるでしょうか。でそこ見て呼吸、自分がここ見たら伸びれるんじゃないかってとこ感じながらの深呼吸。脇の下もストレッチかかって、あばらの間も広がってきます。そこに新鮮な血液が巡ります。呼吸でもう一呼吸、吐き切ったら吸う時に体を起こしてきて、上伸びてからね、吐く時降りてきます。今度逆、吸う息で左手が天井って言いかけたけど今日は空、空って恥ずかしいけど、吐きながら側屈上、空はちょっと恥ずかしい。深い呼吸、どこ見てたら伸びてきますか。背骨がカーブ、そこに深い呼吸、あったかい呼吸。もう一呼吸、深く吐き切ったら吸うとき体を起こして上に伸びて、吸ってから吐くとき降りてきます。降りてきた人はじゃあ 2,3 呼吸安楽座で、急がず焦らず、今度両手後ろ置いて足伸ばして、足骨盤より少し開いて足の甲を伸ばしたり曲げたり、伸ばしたり曲げたり、じゃあ繰り返して、伸ばしたり曲げたり、ふくらはぎの筋肉よく使いながら深呼吸ね。伸ばしたら大きな丸描きます。できるだけ大きな丸、深呼吸しながら新鮮な空気を自分の内側に巡らせながら大きな丸描いて、逆回し、ゆっくり、ゆっくりの方がいいです。眉間のシワが消えて奥歯の緊張が緩んできます。動き止めたら指でグー、チョキ、逆チョキ、パー、グー、チョキ、逆チョキ、パー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 、もう一回グー、チョキ、逆チョキ、パー。安楽座に戻ってあぐらね、二呼吸ぐらい置きます。これがポーズとポーズの間の休憩だと思ったら大間違い。むしろこっちがメインで、こっちが一番大事で心地いいぐらい。座って呼吸するだけ。
ゆっくり目を開けて、じゃあ四つん這いになります。骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、で手のひらは指しっかりマット捉えます。マット通り越して地面をペタペタと捉えて、お尻かかとついたら大きな丸、足の付け根から大きな丸描いて、遠く通る遠く通る、背骨もしなやか柔らかい、逆回し、動き止めたら四つん這い。次続きで背骨反らして目線が上、腰痛い人注意してください。吐く息丸めて背骨全体がまん丸、吸うときは反らせる、吐く息丸める、繰り返します。呼吸のリズムで、心地の良いリズム、呼吸のリズム、それってどんなリズムですか？よく聞いてください。背骨がニュートラルで動き止めて、じゃあ足指ついたらダウンドッグ、膝裏ストレッチ、辛い人は曲げながらでいいです。心地いいストレッチ、吸う息でプランクポーズ、かかと頭頂まっすぐ、吐く息で膝と胸と顎つきます。辛い人は胸はつけられなくてもいいです。吸う息でうつ伏せから背骨全体コブラのポーズ、アーチ描いてコブラのポーズね。吐く息でダウンドッグ、ヨガはこんな感じで呼吸とともに動きます。何呼吸か置いて、一呼吸吐いて、吸う息で右足を両手の間、後ろの膝と甲をついて起き上がって、じゃあ足の付け根ストレッチ、背骨アーチ、これさっきのコブラのポーズと一緒、胸開いて、じゃあ自分のタイミングでいいので斜め後ろ万歳で、前から上げるより僕は耳の横から上げた方が胸がよく開くかなと思います。腕伸ばして肩下げる、深い呼吸、後ろの足の甲をしっかりマットを蹴って、今日特に後ろの足の親指がどこまででも後ろに長くなってて、蹴った力でカーブして上の指がどこまででも遠く、目線上の方見る、腕伸ばして肩下げる、大きな呼吸、三日月のポーズ。次一呼吸吸ったら吐く息で両手がマットで、じゃあダウンドッグ、逆いきます。吸う息左足両手の間、こう手を使ってもいいし両手の間、後ろ足を下ろして起き上がって、じゃあ足の付け根からストレッチ、恥骨をぐーっと前出すとこの鼠径部が伸びますね。足の甲をしっかり蹴って、じゃあ背骨心地いいアーチ、胸開いて耳の横から斜め後ろ万歳、腕伸ばして肩下げて、で呼吸する。自分はどこ見てたら伸びそうですか？自分はどこ見てたら伸びていけますか？そこでよく呼吸します。ここを見てたらどこまででも伸びていけるんじゃないかってちょっとでも思えるとこ見て、深呼吸、もう一呼吸、よく吐いてから次よく吸って、吐く息で両手マット置いたら、じゃあ後ろ足を揃えてきて、マットの前で前屈、膝曲がってていいので両手ついてちょこっとでもいいです。辛い人はすねでもいいから、膝曲がってていいから心地いい前屈、辛かったら逆効果、何してるか分かんないですよ、辛かったら何のこっちゃ分かんないですよ、心地いいとこ選んで深く吐いたら、吸う息頭最後で起きてきて、クラクラきたらすぐしゃがんでね、次の吸う息でいいので頭の上で合掌、吐く息で胸の前を下ろしてちょっと呼吸します。深呼吸、自分の五感で今どんなことを感じるでしょうか？呼吸の音、呼吸が喉を擦れる感覚、親指の付け根で胸の真ん中当てるときっと心臓がドキドキ言ってますね。少しだけ動いたからいつもより酸素が必要かもしれないし、心臓がちゃんと動いてます。呼吸の音を聞いてることと心臓のドキドキ同じこと感じてます。手のひらと手のひら合わさる感覚も同じこと感じてます。
呼吸のリズムでちょっとだけ動きますよ。深く吐いて、吸う息両手あったまねで合掌。どこまでも上見て、吐く息前屈。柔らかいイメージ。きつくない前屈ね。吸う息で右足を後ろ、これ大きく後ろステップバック。吐く息でダウンドッグ。呼吸のリズム、深呼吸のリズムね。吸う息でプランクポーズ。かかと頭頂まっすぐでいっぱい吸ったら、吐く息伏せます。膝胸あごついて伏せて、で吸う息でコブラのポーズ。吐く息でダウンドッグ戻って、じゃあ3から5呼吸。体が逆さまでもちゃんと呼吸でできます。今見えてる世界が逆さまですね。それでも呼吸ってやってきます。ちゃんと隅々まで届きます。あったかい呼吸がよくできた体があります。次の吸う息、右足両手の間、吐く息で前屈マットの前。辛くない前屈。吸って起きて頭の上合掌、上下に長くなって吐いて胸の前。続いていきますね。吸って両手頭寝て合掌、吐く息で前屈。膝曲げていいので心地いい前屈。吸う息左足を後ろ、吐く息ダウンドッグ。吸う息プランク、深呼吸のリズム。吐く息伏せます。膝胸あごついて、体と呼吸が同じリズム。吸ってコブラ、よく吸って伸びていく先見て、吐く息ダウンドッグで、じゃあそこで3から5呼吸。手がしっかり大地に根付いてます。大地のエネルギーをいただくイメージっていうのがよくわかりますね。大地を捉えてると。もう一呼吸深く吐き切ったら、吸う息左足両手の間、吐く息前屈マットの前。吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前。あ、じゃあもう一回吸って両手頭の上合掌、ここ止める、寝呼吸する。かかとはどんどん下、指はどんどん上、手の指はだけど肩だけ下げて、でそこで深い呼吸すると自分が上下に長くなります。張り詰めてた背中の緊張がほどけてきます。もう一呼吸だけ吸って、吐く息で両手の合掌を胸の前戻して、一呼吸だけ置きます。長い呼吸。両手下ろしたら、じゃあ左足後ろで、マット横向け使いましょうか。で開脚前屈、膝曲げていいので心地いい前屈。じゃあちょっと体起こして、右手を顔の下つこうか。これ右手、これ右手、僕逆やります。背骨まっすぐにして、胸を今向いた方に、左に向けて、逆の手上向けて伸ばしてって、今向いた方に手のひら向けて、首辛くなかったら上見ます。で呼吸する。上向いた人はどこまででも上見てください。終わりなんかないぐらい上が見れます。どこまでも遠くが見れる。イメージが大事。背骨まっすぐ、溝落ちの裏ツイスト。尾底骨から頭頂長いです。手から手も長いです。どこまででも長いです。大きな呼吸、一呼吸吸ったら、吐く息でゆっくり下ろしてきて、今度逆ね。今度は左手が下、溝落ちの裏から今度逆にツイスト。ここゆっくり行こうか。何呼吸か起きながら、じゃあ逆の手天井、右手が天井。辛くなかったら上見てね。首辛い人は下見たらいいです。ここそんな頑張るとこじゃないです。深い呼吸して、どこまででも長く呼吸して、尾底骨から頭頂長い、下の手から上の手も長いです。もう一呼吸、深く吸ったら、吐く息で上の手がゆっくり降りてきて、もう一回開脚前屈軽くして、体を起こしたら、今度左足、こっち逆ね、逆やります。左足にしゃがみ込んで、開脚、伸脚運動みたいなやつ。
いける人胸の前で合掌。辛い人は支えといてください。膝裏ストレッチと股関節ストレッチ、それ感じてたら手がここにあろうがここにあろうがあんまりそこは重要じゃないです。呼吸は心地いいですか？呼吸心地いいとかは自分にしか選べないですよ。もう一呼吸吐き切ったら逆行こうか。開脚になって、で逆の足で呼吸する。辛い人はこう支えて、かかとも下ろせない人は上げといたらいいです。膝裏ストレッチと股関節適度に効いて深呼吸ができたらそこです。そこがすごく大事なポイント。自分にとっての胸の前で合掌でも手が下でもあんまりそこは重要じゃないです。体にはどんな感覚がありますか？じゃあゆっくり体を起こして開脚前屈して、上体を起こしたら両手最初の正面に戻ってきて、後ろ足を前に揃えて前屈してからお尻しゃがみ込んで仰向けになります。膝立ててしばらく仰向け、背中が地面についてる感覚、呼吸の音、体の感覚、動いてたポーズもすごく大事だけど今もすごく大事です。やってることは同じ、呼吸と体の感覚。深い呼吸が最初意識してたのに気がついたら意識しなくても深い呼吸がやってきます。両膝、すねを斜め45度ぐらい、鏡がないから噛んで、右足上に重ねて、これ僕同じ足でやります。この上の足が右足ね。両手少しだけ開いといて右に倒して、やりたいのは背骨ややツイスト、ももの左ももの外側がややストレッチで呼吸します。目はちょっと左でもいいし、もう少し左でもいいです。どこに効かしたいわけではなくて、心地いいとこ選びます。手の位置だったり目の位置だったり、なんとなくここ見てたら心地いいなってとこ。じゃあ逆行きましょうか。足戻して左足上にして、今度は逆倒します。倒した足が別に下につかなくてもいいです。背骨ややストレッチ、右のももの外側もややストレッチ、目線は気持ちいいとこ、呼吸の音と外の音の境界線が少しだけ緩んできます。ふわふわなイメージ、ふわふわの方がより安定してます。じゃあ真ん中戻して、両足ほどいて、手足ブラブラっと動かしてマットに収まって、動き止めたら今からヨガで一番大事なポーズに入ります。シャバーサナ。目を閉じて、大事なポーズって言っても普通の呼吸でいいです。すごく大事な呼吸、自分の体がここにあってただ呼吸してるだけ、それはすごく大事なポーズ。もう普通の呼吸だからそこにいればやってくるから、だから何にもしないポーズって言われてます。そこにいればこのポーズ完璧。
シャバーサナ続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は両膝立てて横に転がって背骨軽く丸めて、ここでちょっと呼吸します。ここにいたい人もしばらくここにいたらいいです。起き上がる人は起き上がって、じゃあ最初の座り方、ではこれで今日の外のヨガ終わりたいと思います。ヨガを習慣にしたい人はチャンネル登録をすることでヨガライフをスタートさせてください。もし要望があればまた外でヨガやりたいなと思いますので、コメントいただけると嬉しいです。では次の動画でまたお会いしましょう。